サテライト双葉は山梨県開始にある競輪場外車券売り場である。本項目では併設されている競艇場外発売場のミニボートピア双葉とオートレース場外車券売り場のオートレース双葉、地方競馬場外馬券売り場のジョイホース双葉についても記述する。同じ山梨県内の JRA ウィンズ伊沢に次ぐ2カ所目の公営競技場外発売施設として2003年12月7日に サテライト双葉は開設された。その後2008年3月27日には、校内の2階にミニボートピア双葉を開設して複合型場外となり、2012年12月27日には、校内の1階にオートレース双葉も開設された。そして2013年4月15日に、校内の一部にジョイホース双葉が開設されたことで、公 A4 競技を同一校内で取り扱う。 日本初の施設となり、複合型場外発売施設、双葉と総称するようになった。サテライト双葉は、主に、立川競輪場の発売を中心としているが、全国のグレード競争、ナイター競争など、1日最大3場の勝者、投票権を発売している。ミニボートピア双葉は、サテライト双葉の2階奥にあった窓口部分を、改修して開設され、12台のプラズマビジョンが、 設置されており、開催されている各協定上の状況を把握することができる。日本モーターボート競争会ッ田支部が設置し、戸田協定企業団及び埼玉県都市協定組合が管理しており、主に戸田協定上の競争のほか、全国の GISG 競争、ナイター競争など、1日最大3馬36競争の勝ち船投票権を発売している。 オートレース双葉は、サテライト双葉1階の一部を改修して開設された。主に、川口オートレース場の発売を中心とするが、全国のグレード競争などの勝ち車投票券も、発売する。なお発売は1日市場となる。ジョイホース双葉は、主に、川崎競馬場を中心とした、南関東公営競馬の4競馬場の競争と、ダートグレード競争などの、 全地方競馬場の一部競争を発売する。2階建て吹き抜けとなっており、1階にある315インチのマルチビジョンで開催されている各競輪場の状況を把握することができる。またこれとは別室でロイヤルルームが設置されており、100インチプロジェクターと専用の発売、払い戻し窓口がある。このほか1階に食堂、2階に喫煙コーナーが設置されている。 詳細サテライト双葉ミニボートピア双葉オートレース双葉ジョイホース双葉2013年1月23日より日本トーターが運営する願望によりギャンブーベッドターミナルが設置され競輪の手ゲ活式投票であるケイドリームス及びドカントの現金投票が可能となる川崎競馬場外発売所ジョイホース双葉の解説について川崎競馬ニュースリリース 神奈川県川崎競馬組合2013年2月16日閲覧ありがとうございます。